こんにちは。令和3年の2月19日朝5時21分の暗号通貨相場解説になります。まあ相場解説と言ってもですね、これを買ったらいいよ、あれを買ったらいいよっていう話ではありません。えー、ただ値段をね、ベタロクにお話していて、私が注目する一つの 暗号通貨について少しだけお話していこうかと思います。よろしくお願いします。まずはビットコインですけども、上昇基調が終わらずに550万前後でずっと推移しますよね。これは今月に600万ぐらい到達するんではないかなと思います。と同時にですね、ビットコインはもう終わったとかね、今が売り時だみたいな、そんなね、あの方もいらっしゃると思うんですよ。それどう考えるかはね、一人一人なんで、これ自由に考えて自由に発言していただいて構いませんけども、まあ私のね、自由な発言を申し上げますと、ビットコインまだ序の口だなというところですね。まあ どこ,こまで行ったらね、このビットコインの本来価値っていうのが出てくるのかどうかわかりませんけども、いや、すごいですね。私はね、100万前後が適正価格だと言ったのが、昨年の、そうですね、おととしの年末だったと思いますけども、もうすでにその価格は適正ではありません。現在の適正価格は、どう安く見積もっても、 ま、350万とかね、あの辺じゃないかなと思います。まあ、ですんで、一気に暴落が始まっても、400万円台だったらね、慌てることはないと。私はね、そういうふうに決めております。結局、フェーズなんですよね。どこにボックスを書いてるかってことを、あ,あらゆる時間軸で検討しなければならなくって、そのためにちょっとね、必要なのがテクニカルだったりするわけなんですけども、これはやっぱりね、FX で鍛えていくしかないのかなと思いますよね。暗号通貨だけ得意ってことはなかなかないと思うんですよ。ただま、暗号通貨で唯一言えるのは、 あのー、ファンダメンタルズですよねで。いろんなホワイトペーパーとか ICO 情報とかあ、企業提携情報とかを元に値上がりすることを予測したりとか、それからね、どっかが何かで提訴されましたよって言ったら値、ね、下がりするんじゃないかなって考えていくとか、そういうのはあると思いますけどね。基本的にはたくさん買われるから値段が上がる。ただそれだけなんで、ねえー、売りが先行すると今度は値段が下がる。さあ、それだけですからね。だから大口が買えば、あやっぱり、 あの、開発力っていうのが高まっていきますし、え、大口が手放せば、それは売れますよって話なんですよ。ただ、この辺で注意しておきたいのは、ビットコインっていうのは、取得なんかが10万円以下で買った人もかなり日本に大勢いるってことなんですよ。その方にしてみれば、現在ですね、この価格になってしまえば、もういつね、利格してもいい状態なんですよね。うん、1ビット、2ビットが、まあ、その時ね、2万とか3万の時って、だいたい10ビット単位で買ってる人が多いと思うんですよ。 で10ビットとなると今ねもう5000万とか6000万になってるわけじゃないですかこれはねもう人生一丁上がりで理覚する人がどっかのポイントでダーンと出てくると思うんですよ例えば1億円とかね うんまあ、そういう風な含み益を持った方は、一部残して利格みたいな流れも来るのかなと思っちゃいますけども、まあ、そのためのね、あのー、リサーチ方法ってのはありますんで、それはまた別の動画で解説していきます。まあ、ビットコインはね、この価格で。で、イーサリアムは20万超えたでしょう。私はイーサリアムは100万円までは順調伸びると思いますんで、買い増しはしないまでも売らずにこのまま持っておこうかと思います。まあ、私がイーサリアム売るのはね、100万円を超えた時だと思いますんで、あと5倍ぐらいですかね。 だから、そんな変な話じゃないでしょ、5倍って言ったら。暗号通貨の世界では5倍とか10倍ってのは、本当にね、ドル円の10ピップス、20ピップスみたいに語られますからね。 はい。それで注目のエイダですけども、100円に向かってマッっュぐらいでございます。昨今エイダってのが、今月中とか来月中に150円ぐらいいくんじゃないのっていう方もいますけども、これには根拠が別にありません。ただそう思ってるだけなんですよ。それは自由ですからね。ただ、やっぱり未来のことについては、どれだけね、考えても、わからないわけなんですよ。わからない中で、回答を得ていかないといけないところが、この暗号通貨とかね、投資の難しさになりますんで、過度にね、他の人の信用に、まあ、振り回されないように、だから誰かが言ったからとか、どこかに書いてあるから、 ってていうのは非常に根拠としてね乏しねわけなんですよで裏付けがあればあるほど人は騙されちゃうというか勘違いしますんでそうではなくて自分で全部考えることが大事ですからねでリップルですねリップルは56円ですかまだまだじゃないですかねリップルもねまあ s e t c との和解ってのはないでしょうけどもただあれじゃないですか2年3年かかるんじゃないですかねリップル訴訟もということでリップルが訴訟された瞬間に売った人っていうのはかなり損だと思うんですよあの時にむしろ買うべきだったんですよねきっとね223 22円の時に うん、そうすると今は倍ぐらいの価格がついてますからあ、大きな利益が取れたかなと思いますよね。まあでも利益が取れてもね、日本で問題なのはあの課税なんですよね。だからここがね、一つネックになってなかなか理解できない問題が起きてきます。じゃあちょっと注目の通貨行ってみましょうか。注目の通貨は100位を超えてですね、115位ぐらいにあるんですよ。115位。あ、これぐらい。116位ですね。z h i n f i n e t Work です。 ゼンフィンネットワークは今3円を推移してますけども、これかなりね、大玉になるんじゃないですかね。調べれば調べるほどなかなか興味深いですよ。で、価格がずっと1円で推移してたみたいです。マックスいきましょうか。うん。やっぱりね、1円前後なんで、まだね、1円が3円になったとか、0.5円が3円になったぐらいだったら、まだまだ底値ですよ、これ。これ、どうですかね、10万円ぐらい仕込んでおいたら面白そうですよね。 全品、うん、ネットワーク。ただこれは日本の取引所では買えないと思いますんで、えー、それなりのところで買うようになるんじゃないですか。インドダックスとかでも買っておきましょうかね。ちょっと私はこれね、えっ、ー、と、あまり大きな声で言えませんけども、そこそこの金額で仕込んでおこうかと思いますね。これかなりいいですよ。このゼンフィ品ネットワーク。あの、イーサリアムじゃないなんだっけなあの、リップル ?XRP?XRP と入れ替わるんじゃないかなと思いますね。 うんまあ、ちょっと、ズンフィネットワークに関しましては、これ専門のね、その、チャンネルというか動画をどんどん出していこうかと思いますんで、それでまあ一緒に考えていきましょう。結構いいですね、これはね。あのー、これをね、1円とか2円以下で買った人はかなり見込みがありますよ。で、しかも、あれ、小額投資できますからね、今だったら。これすごいですね。これ、ICO とかあったんでしょうね、きっとね。ICO で買われた方がいたら、ぜひお話聞いてみたいですね。どういうルートでこの情報が入ったのかってことね。 うーんこれ、知らない人多いでしょ全品ネットワーク。いや、私もね、一週間前までは知らなかったですからね。ただ、これ、かなり、あの、お買い得だと思います。まあ、私が思ってるだけなんで、釣られて買わないようにしてくださいね。それでは以上です。